のとば神竜三月は、飛鳥時代の豪族。聖は新。のと新氏は、古事記によると、スジン天皇の御子、大入り記命の子孫となっているが、大入り記命は、豊かき入彦命と同一人物と見られる。また、豊かき入彦命は、実際には、スジン天皇の御子ではなく、渡辺族の指屋型主の出身と見られる。能登国像を務めた豪族である。 万葉集末期、第十八四千六十九番には、白衣軍の義主長である、のとしんおつびの和歌が掲載されている。初期末期、第二十六によると、最明天皇六年三月、安倍平夫のことと思われる、安倍臣は、船氏に百層を率いて、祝臣を打った、とあり、その天末として、以下の物語がある。道の句の絵像を載せ、とある大河へやってきた、安倍臣の軍は、 渡島の千人余りのエゾの要請を受け、二十層余りの戦団からなる祝神たちとの接触を試みたが、うまくいかなかった。そこで、水白、兵、鉄を海のほとりに積んで様子を見たが、結局はこれも失敗した。それでも、しばらくして、祝神たちは和睦を申し出てきたが、交渉決裂し、自分たちの策を拠点として、 安倍信たちと戦闘をすることになった。この時の激戦で、祝神軍に殺されたのが、能登新馬神流である。結果として、決着がつかぬうちに、敵方の祝神は自分たちの祭司を殺した、という。上記のことより、安倍平府の水軍が、北陸地方の国の宮津子の率いる兵を含んでいた、ことが伺われる。なお、裾井沢な古墳を、能登馬新流の墓とする説がある。 この出来事は、一見すると縮身との交戦の記事のように見えるが、馬神流が戦死した箇所を除くと目立った戦闘があったわけではなく、むしろ、日本側の敵、繊維製品と縮身側の島の羽や比較などとの交易が初期の目的でだったのではないか、と、2位の直吉は述べている。ありがとうございます。